今からおよそ500年ほど前、加賀の中世史は一向一揆の歴史と言われています。室町時代後期、当時の守護職富樫正親の圧政に苦しむ農民たちは、越前と加賀の国境、吉崎の地に居を構える蓮如上人とその一行衆とに救いを求めました。それをよしとせぬ富樫正親は2000の軍勢をもって一向宗徒や農民たちを弾圧せんと兵を挙げ、時に農民たちは手に鍬、鎌、竹槍などを持ち、鬼面人を驚かすの故事に倣い太鼓を打ち鳴らしながら2000の軍勢に立ち向かっていったと言われています。この太鼓の音こそ以後100年にも及ぶ農民戦争、加賀の一向一揆の幕開けであります。